はい、久保です。今日は、Pandas を簡単に使うための、2つのパッケージ。ここにあるように Pandas GUI っていうのと Pandas プロファイリングというのを、ちょっと紹介していこうと思ってるんですけど、Pandas っていうのはデータサイエンティストの一番基本的な、パッケージで、これが使えると、データの前処理ができるようになって、その後に機械学習とか最適化をする前の段階としては必須だと思うんですけど、なかなかプログラムができない人とかっていうのに対して、最近だとこの Pandas を簡単に使えるようなものっていうのが出てきています。で、Excel だとやっぱしいろいろ制限があって、大きな問題はダメとか、どうしても細かいことができない、最後はプログラムに頼りたいっていうんだけど、プログラムに行く前の段階として、簡易分析としては、この辺がいいんじゃないかなと思って、紹介している次第です。使い方はもうすごく簡単で、Pandas をまず読み込んできてるんですけど、多分使ってないですね。で、Pandas GUI っていうのを普通にインストールして、ショーっていうのをインポートします。本当はこんだけでいいんですけど、一応データセットが入っているので、Pandas GUI のデータセットに、いろんなデータセットが入っています。ここではサンプルとして、アイリスデータを読んでるんですけど、オールデータセッツってやると、ここに書いてあるような、いろんなもの、ポケモンとかね、あとはネットフリックスとか、トランプのツイートとか、ハリー・ポッターのキャラクターとか、いろんなものが、読み込まれます。で、それに対して、ショーという、さっき読んできた関数にデータフレームを入れるだけです。で、これだけで、分析ができるわけ。で、こういう、GUI、GUI ですね、グラフィカルユーザーインターフェースが起動して、で、これ上でいろいろな分析ができるわけです。で、先ほどはアイリスデータを読み込んでたんですけど、一応全部のデータ、セットを読み込んでみました。で、このアイリスは簡単なんですけど、他にもいっぱいポケモンとかね、トランプのツイートとか、いろんなのが、あと、よく我々は使うダイヤモンドとか、ギャップマインダーっていうのが入っています。で、使い方としては、ここにあるのがフィルターか、フィルタリングしたいときに、Pandas でその切り出しをするときによく使うものが、ここで GUI でできると。で、例えば、スペシーズっていうのを選択して、それが何かに等しいとき、これスペル間違えてるでしょ、正動作になったんですけど、正動作、本当は先動作なんだけど、でやると、接動作だけ切り出されてこう出てくるわけです。で、ここは、コラムですね。コラムがここに、載ってると。これ単にデータフレームを表示しているだけ。で、これチェック外すと元に戻ります。全部入ってる状態になって、チェックを入れると切り出しされるというので、複数の切り出しもできるので、ある部分を切り出して、で、それに対して、次のが統計量ですね。その平均とか標準偏差とかっていう、いわゆるその、データフレームのデスクライブした時のが出てくる。で、よく使うのはこのグラファーですね。で、グラフにするときには、例えば散布図、あとその引数である y とか x があるので、例えばスイパルレングスを、y にして、スイパルウィドスを x にしてっていうと、こういう、図、これプロットリーの図です。プロットリーの図を自動的に書いてくれる。わけです。で、スペシーズを例えば色とかにすると、この場合変わらないんですけど、なんでかっていうと、今そのあやめの種類を1種類に絞ってるからで、今これを外すと3種類で、それぞれ、こうクリックすると1色ずつ出てくるとかっていうプロットリーの、対話的なグラフというのが簡単に書けるわけです。他にもいろんなタイプのプロット、これバイオリンプロットで、こうですね、大体のものはついています。ヒストグラムとか、スキャッタープロットでも、なんていうのかな、これのコード自身を、例えばこれかな、コードエクスポートって押すと、その Python のコード自身がここに表示されたりします。したがって、なんていうのかな、Python でよくわからない人でも、まずこれで書いてみて、で、それを使って、こういう図を作る。で、もちろん、トレンドライン、OLS っていうと普通のリーストスクエア
ですね。でマージナルっていうと外側にプロット、この場合は、ヒストグラム、ラグプロットとかを、書いてくれるという機能がついています。これバイオリンプロット。で他ので遊んでみると、例えばハリーポッターのキャラクターについても、まあ、こういうたくさんいろんなのがある。で例えば、グラファーにして、ワードクラウドとかに、名前をこう入れてみたりすると、ここですね、ウィズリーが大きいですね。ポッター、マルフォイとかダンブルドアとかで、こういうワールドクラウドもできると。で、まあ、データフレーム自身は、まあ、いろんな機能がついていて、よく使うのはやっぱあのグラフにしたり、あとはピボットテーブルですね。普通の、ポケモンって言ってみるかな、ポケモンデータ で、ピボットテーブルなんていうのは Excel でもよくやるわけですけど、例えば何かな、攻撃力、ポケモンの攻撃力を、値にしてかな、値にして、行には、ポケモンのタイプ、コラムには、ポケモンのタイプ2ぐらいを入れて、アグレゲーションファンクション、合計する関数は、平均だよっていうと、これでその、行の方にタイプ1、列の方にタイプ2で、攻撃力かなというのを、入れたピボットテーブルができてくるわけです。で他にも、まあ、いろんなリシェイプですね、メルトっていうのはピボットテーブルにしたのをもう一回元に戻す。でマージっていうのは複数のデータフレームをこう合体するですね。コンカテネーションもそうですね、合わせるやつで、まあ、そういう装備機能がついていて、まあ、GUI でやりたい人は、私はあんまり GUI 苦手なんですけど、まあ、これさえできればそれなりに、Pandas の基本的な機能は使いこなせるというので、おすすめです。で、もう一つ、これは私がストリームリートとかで、なんかそういう GUI 作るときに、その内部で使っている Pandas プロファイリングっていうのがあります。でストリームリットに出すための専用の、ストリームリットパンダスプロファイリングかななんていうのもあるんですけど、これも簡単で、インストールした後にパンダスプロファイリングから、大文字で始まるプロファイルレポートというクラスをインポートして、そこにデータを入れるだけです。アイリスっていうのを入れるとアイリスデータで分析をしてくれて、でなんか計算をしてくれて、こうサマリーレポートとしてサマリーをこういう HTML ファイルとして出力する機能になっています。で、Jupyter Labだとそのまま見えて、まあ、オーバービュー、まあ、全体のデータが、まあ、Iris なんで簡単ですね。150あって、5あって。で、各変数ごとに、まあ、簡単な統計量。特にこのミッシングバリューですね。入ってないのがあったりすると現実の場合いろいろ困るので、それをなんとか処理する必要があるんですけど、それをちゃんとどのぐらい入っているか、まあ、簡易的なヒストグラム、各列のヒストグラムっていうのは割と最初に見るべきものなので、でシーパルウィドス、まあ、このデータはあまり面白くないと思うんですけど、スペシーズは全部入っている。でさらにそれぞれの相関関係みたいなものも出してくれます。だから割と大きなデータ入れると非常に時間かかるんですけど、まあ、最近だと、これを並列でやってくれるとかね、そういうのも開発中みたいなので、まあ、今後に期待したいと、これ相関関係。で、欠損値ですね。欠損値は、まあ、このデータはちゃんと全部入ってるのでつまらないんですけど、で最初の、10行、最後の10行という、で、まあ、こんだけやって取っておくと、大体の、あと、そうですね、重複している行があるかとか。まあ、実際のデータの場合もっと汚いんで、本当は自分でいろいろ加工しながらやらないとわからない場合もあるんですけど、まあ、プログラムできない人でも簡単にできていいよっていうのが、まあ、この2種類ですね。Pandas GUI と、Pandas Profiling というのを、紹介しました。はい、では。